はい、オーガニックサラリーマンです。おはようございます。今日はですね、夏に飲みたい、ジュースってことで、夏に食べたい食材とか、皆さん多分紫外線が気になると思うんですけども、このトマトジュース僕はすごいおすすめしてまして、で、トマトっていうものも食材ね、夏は手に入ると思うんですけど、農薬をすごいたくさんトマトって使ってるんで、例えば大豆、トマト、あと普通に米とか、あといちごとか、日本は特に農薬をたくさん使ってます。だからもしトマト食べるとしても、農薬、無農薬のものを絶対選んでほしいんですね。すごい汚いんで。なんで、でもトマトっていうもの、なかなか無農薬のものないじゃないですか。で、実はこちらの国産の生を搾り立て、地立てトマトジュースってあるんですけど、これは完全無農薬のトマトジュースです。で、僕のもう大好きな信頼してるベストフードの猪瀬さんっていう方が作って、自社の農場で作ってるものなんですけど、原材料は本当に生の搾りたてこれしか入ってないです。見えます？本当にトマトのみです。で、しかも完全無農薬のものを使っております。自社の農場なんで。で、これをこれ生の搾りたてのもので、僕も投稿とかで一応、インスタとかの投稿とか紹介してますけど、基本的にトマトっていうものは、生で食べるものじゃないです。この夏は紫外線皆さん気になるんで、紫外線予防のためにリコピンっていうものが必要だと思うんですけども、そういったリコピンはやっぱり熱を通した方が吸収率がいいっていうのもテレビとかでも言われてるぐらいもう有名ですよね。なので、そのリコピンの吸収率を上げるためにもトマトっていうものは加熱して食べた方がいいです。で、これリコピンは紫外線予防になるので、僕はあんまり日焼け止めとかオーガニックのやつでも日焼け止めもあんまおすすめしてないので、こういったもので紫外線予防してあげる。美白を気にする方は紫外線塗った方がいいかもしれないですけど、その美白すぎるのもね、ちょっと問題、骨粗しょう症の原因になったりとか、ビタミン D も作られなかったりとかするんで、で、あとはね、ハワイとかいろんなところの、海外の海岸とかでサンゴがやっぱり死んでしまうってことで、日焼け止めも禁止されているところもあります、国では。日本はまだ全然使って OK みたいになってますけど、やっぱそういった環境破壊の問題もあるし、で、肌にとってもあんまり、日焼け止めの成分を全部ここバーって並べたら、多分飲めなく、つけられなくなると思います。口から入れられないものって僕はあんまり肌に塗りたくないなって僕は思ってるんですけど、そこまで別に気にしなくていいけど、日焼け止めっていうのは基本的にはやっぱり経皮力っていうものを考えたらあんまりおすすめできないですね。美白をどうしても、オーストラリアとか行ったら紫外線めっちゃ強いから日焼け止め塗らないと皮膚がんになっちゃうとかっていうのあるんですけど、でも日焼け止めをたくさん塗ってるオーストラリアの人たちでもやっぱ皮膚がんがすごい多いので、なんで僕はあまりその日焼け止めっていうものはおすすめしない。でも、こういう食材で紫外線予防とか、完全美白を守ることは不可能かもし難しいかもしれないですけど、こういったもので予防ケアできるんで、インナースキンケアですね。夏はトマトは絶対無農薬のものだったら捨てて取った方がいいです。で、このトマト生なんで、僕は一回こうやって今温めてますけど、こういう状態で、今温めてます。こういう状態に温めてます。で、生だからこうやって絞、あのこういう感じでしっかりと加熱を通してリコピンの吸収率を良くしてから食べるようにしてます。で、実際ですね、最近、レクチンっていうものも言われてるんですけど、そうしない。これもしっかり加熱されてるんで、で、これで一回火止めちゃいます。例えばもうこれ食塩使ってないんで、塩入れても OK です。塩を入れといて、で、あとはもうこれで冷ませます。冷まします。で、冷まします。で、さっきのこの瓶の中にこれを入れて、冷蔵庫で保存しておけば全然持つので、それから飲むといいです。なんで、こういった形の、これ今、このままね、こんなにいっちゃって破裂しちゃうんで、冷まして、で、この中入れて、で、冷蔵庫で保存しておくっていうのが一番理想的な、このトマトジュースの飲み方ですね。なんで、これはレクチンってさっき言いましたけど、あんまりレクチンそこまで気にしなくてもいいんですけど、やっぱり、
レクチンっていうものはグルテンってあるじゃないですか。グルテンっていうのはレクチンの中の一種類であって、あのレクチンっていうものはあの消化不良とか、あとそういった神経とか大体とか、まあ、めまいとかいろいろ今ちょっと懸念されているもので、そこまで別に話題にはなってないんですけど、まあトマトにはレクチンも多いって言われてます。で、あとそもそもの皮にはあれ消化不良を起こしやすいので、まあ、毒にもなるんで、そういった絶対加熱してから食べた方が絶対いいです。いろんな面でも紫外線予防とか、あと消化のこととか考えたりすると。もともとメキシカン料理ではトマトすごいたくさん使ってましたけども、あの生で食べる習慣なかったんで、食文化から言っても全部加熱しちゃってしてる調理なので、トマトは基本的に生で食べるものじゃないです。まあ、美味しいですけどね、僕も美味しいから生で食べる時もありますけど、あの基本的には加熱して食べるものなので、食文化のことも考えたらトマトは加熱して食べた方がいろんな栄養素とか、あとそういったもう歴史から見てもあの絶対そっちの方がおすすめできます。なので夏はね絶対食べた方がいいですけど、無農薬のものを選んでいただいて、できたら加熱をしっかりしていただいて、で普通のトマトを加熱する場合はそれバターとかあの引いて、でバター結構多めにね使って、で引いてなんかトマトソースとか、あと味噌ちょっと入れたりとか、あとソイ塩とかで醤油とか入れていただけると美味しいソースできるんで、まあ、ジュースでもいいですしペーストでもいいですし、そういったソーストマトソースを作ってあげると結構おすすめです。なんでトマトジュース、これはあのすごいおすすめなんで、東京だったら品の屋さん、世田谷代田食品、あの品の屋食品館の世田谷代田店とか、まあ、品の屋さんの野沢店とか北見沢とかでも売ってますね。あとは群馬で行った丸岡さんにもありますし、あと関西だとモンマルシェさんっていうところとビッグビーンさんっていうところにも置いてあります。で僕はまあこれからこの後行くところ、道の駅高井さんって茨城にあるんですけど、そこでもあのこのトマトジュース売ってます。でこれはトマトは紫外線予防になります。でもう一個人参ジュースあったんだけど、これ飲みきっちゃったな。そう、人参ジュースもあるんですよ。で人参ジュースちょっと今飲みきっちゃってないんだけど、あのそれは紫外線ケアですね。紫外線ケアになるもの、またそれは別で紹介したいなと思います。なんでこのトマトジュースすごいおすすめなので、あの販売先、あの僕のオーガニックサミマンの、あこの投稿のリンところに、あの投稿欄にあのリンク貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。これも純粋にすごい美味しいんで、こういったものをぜひ選んでください。農薬半端なく使ってるトマトです。こういった無農薬ものを選んで、紫外線、自然な紫外線をビタミン D 作りながら紫外線のケアをしてあげましょう。これはインナースキンケアです。じゃあ皆さんぜひこれ、まあ、純粋に美味しいので試してみてください。じゃあこちら辺、この辺で5分過ぎちゃった。